フラワー占いチャンネルです。今日は榊英雄監督の性強要報道について四柱推命などで占ってみました。まずは見た目の相性診断ですけれども、この監督の人というのは面長で、目がこう大きくてこうぼやけた大きいうつろなようなそういう目をされてますので、この人と相性がいいお顔というのがあるんですね。15年前からやってる見た目の相性診断で、この彼はですね、こちらの A のタイプの面長の目の丸い人になります。相性がいいのは8番になりますので、8番というとこういう四角顔で目が奥二重だったり細かったり、こういうお顔が好きなんですね。相性がいいんです。でそれを見るとですね、今の奥さん、シンガーソングライターの奥さんと言われてる方がもうまさしくこのドンピシャで四角顔の目の細いお顔をされててですね、もう本当にタイプの人と結婚をしたということになりますね。でお互いにもう見た目100点満点、そして後で言いますけども、空房の相性も20丸、そしてこの彼が夏生まれ、彼女が冬生まれで、これ もう20丸だ なのでもうパーフェクトな奥さんをもらっていながら、なぜそういうことになったのかっていうことを説明したいと思います。では、この監督の空房ですけれども、おつうを、日中に持つ寝牛空房の人になります。寝牛空房の基本的な、性質ですけれども、こちらですね。寝牛空房というのは馬羊空房と同じグループ、仕事と恋愛の星になります。仕事に思いっきり打ち込んだご褒美に恋愛相手だけはもうこだわらせてくれというのがこのグループになります。でこの寝牛空房と馬羊空房のグループの内でしたらとても相性が良くなります。そして仕事恋愛グループの寝牛空房の人っていうのはですね、仕事の成功、社会での活躍、そして恋愛相手へのこだわりのためなら家族や芸術活動をおろそかにできる星ということになります。それが寝牛空房になるんですけれども、寝牛空房の、人のもっと突っ込んだ性質です。仕事の鬼でリーダーの星です。ド S で秘密主義、プライベートは謎になります。そして非常にストイックでセクシーな星、大人のセクシーな女性、過去気の合う女性か、ものすごい年下の女か、どちらかに極端に行くっていうのがこの寝牛空房の人になります。そして奥さんもですね、寝牛空房ですので、もう非常に相性がいい。そしてこの方の今の公開作品の主演なんか、板尾いつじさんという芸人の方も寝牛空房で一緒ですから、相性も良くて、そして過去にこの方もエロスのトラブルがあったということで、お互いに夏生まれで乾き同士の寝牛ですので、お互いにそういう、セクシーな部分での気持ちが分かり合えるという、そういう関係なんじゃないかなと思います。そして、奥さんの人というのはシンガーソングライターって知らなかったんですけど、動画なんか見るとものすごい寝牛っぽいですね。非常に寝牛の女性というのは仕事の鬼で、自分アピールが ものすごくて、そして負けず嫌いでセクシーで魔性の女ですから、そんなような、もう非常に、そして、この方というのは女尾崎豊って言われてデビューしたとか書いてあったんですけども、尾崎豊さんっていうのは馬羊空房ですので、寝牛と非常に相性が良くて、なのでこの方っていうのはこの尾崎豊に憧れて音楽始めたんじゃないかというぐらいそっくりでしたね。スタイルだったりとかロックな感じで、馬羊の人の男性っていうのは似たような感じで、恋愛至上主義でミステリアスな男性ですので、こんな感じで、そしてですね、
者四柱推命でこの榊監督を見るとですね、この方オツの日中からオツからですね、もう看護がわーっとあってですね、そして、看護仮看護仮看護がわーっとあって、もう本当にあの網目のように、まあ看護が多いということはもうズバリ女好きだってことなんですね。そして前世のこの狩野からもこの女のところに、奥さんのところに引っ張ってきてますので、まあもう本当に目的が何なのか、もう女目的なんじゃないかというぐらい、それぐらいの名式になります。そして、夏の6月の生まれのもう乾いた人です。水気のない、あの見えてるところにない人ですので、熱したナイフ、ここにカノエとカノトの、そしてここにもカノエカノトと金が非常に強くて熱いですから、熱したナイフですから危険人物のような人になります。そしてまあ女ですね、これも看護、そして財もあります。そしてナルオというのはこのカノトが2つあるということなんですけど、あと木浴ですね、自身の柱が木浴になってますので、なんかつかみどころのないナルシストみたいな、そういう感じ。そしてやばい人っていうのはですね、この召喚と、あ、ごめんなさい、変換と母のセットがやばい人物、まあトラブルメーカーのようなあの人なんですけれども、それを持ってますのでちょっとやばい人。そして、まあ、乾きがあの名式乾いてますので、潤いを求めてさまようような人になります。かっこ女性ですね。で、まあ、この方はどういう人を、まあ、奥さんだったり女性を求めるのかっていうと、もうネウマウドリのエロスの透過殺が女性のところに来てますので、もう、エロくて、そしてまあ前世から引っ張ってますので、前世からまあ決めてましたみたいな人。そして権力が来てますので、強い女性。そしてここの仮看護が母になってますので、年上女なので、まあ、この奥さんの雰囲気ですね。そして、まあ、この方はですね、じゃあなんかその共演女性、まあ、あの映画で使った女性となんかそういう揉め事、そういう性報道があのあるということなんですけれども、あのまあ一応今までのなんかずらっとネットの方に出てきたので調べたんですけれども、まあ基本的にこの方のこの顔と相性のいいこの顔ばっかりです。でもう唯一、まあここの阿部純子さんっていうんですかね、この方ぐらいですね、ちょっとあの見た目が遠いのは、あとはもう全部この顔です。これで二重丸っていうのはよりこの顔です。ちょっとこの辺はね、あのちょっと離れてますけど、もうこの二重丸はもう全部これです。なので非常にもうタイプの人をまあ集めて、そして中身がですね、馬羊空母と寝牛が相性がいいですので、寝牛と馬羊ですね。なので大人のセクシーな女性です。この松本さん、馬羊のスター星、相性いい。そしてまあ、この安倍さんも馬羊、そしてこのハートがあるというのは、これあのエロス星が2つ持ってますので、非常にセクシーな女性ということです。で三輪ひとみさんという方も寝牛空母、ハートが2つです。そして内田さんっていう、千佳さんという方は辰巳のスター星で、これエロスが1つですけれども、まあただ辰巳空母の女性というのは、まあ、あの地位が大好きですね、地位 のある人が大好きですので、まあ、その関係になると相性が良くなりますので。そして今回 その目立った人ですね、薩川さんという方は、この方トラウ空母ですけれども、この方も特に奥さんに似てる雰囲気です。そして、まあ後で言いますけど、あと筒井真理子さんというか、顔はまあ微妙なんですけど、この方なんか検索するとヘアって出てきて、まあセクシーな感じで出てきたのかな。ただこの方サルトリの天然のサルトリ、相性はあんまり、中身の相性は良くないですね。ただハート一つついてますので、まあ、ちょっとセクシーな人なのかな。で森田心さんという方、顔二重丸ですね。そして辰巳のスター星で、まあこの方も地位が好きな人ですので、
そんな感じ。そして戸田誠さん、この方セクシー女優をやられてた方ですので、顔はまあ本当に二重丸です。ただまあ生年月日なんかはね、こういう仕事されてる方は動かしたりしますので、本当合ってるのかな。まあこれが合ってるとすると、ハートが2つですから非常にセクシーな人になります。そして、市川由衣さんという方、この方顔もいいですし、まあ、合うし、あと馬羊ですから二重丸、そしてハートも1つですので、まあそんな感じで、まあタイプの人ずらっとで、若くてそういうこういう顔の歌手とは選んで、で今回、まあ、この札川さんという人がなったんですけどね、ここはトラウクーボーなんですけど、トラウクーボーっていうのは天然で、まあ、素直でな人なんだけど、この人カノエの犬の飼い子を持ってるんですよね、名式に。なのでまあちょっと怖い人です。地味に怖い、まあ辰巳じゃない、トラウクーボーっていうだけで結構地味に怒らすと怖いんですけれども、まあ本当に我慢して我慢して爆発するっていうのがトラウクーボーですので、まあここがきっかけになって爆発して、まあ表に出てきたのかなというような感じになります。そしてまあこの女性をグラフにしてみたんですけれども、やっぱり寝牛と馬羊が 50% 半分ですね。そして辰巳がこれだけあって、あと猿取りがあって、まあ一人トラウ行ったところが、ここがもうほじくっちゃったっていうような、そういうことになります。で奥さんがね、これだけ相性のいい奥さん持ってて、まあちょっと年上なんですけど、まあこれから大変だろうなっていう、この怖いですからね、ネウシクーボの女性っていうのは。でまあなんかネットに生年月日載ってたので、ちょっと見てみたんですけど、娘さん2人いて、乾空母と辰巳空母のスター星の娘さんが2人いるんですけど、まあこことここは合うんだけど、こことここは合わないですよね、こことここだったりとかって。でまあただ乾と辰巳は相性がいいですので、こういう感じで乾と辰巳は相性がいいので、まあ兄弟姉妹同士は非常に相性がいい。ただここがもしね、ここが分かれてここが残ったりなんかすると、この人きついだろうなっていうのはですね、ここが相性が合わないんですね。女性同士っていうだけでもちょっとあれなんだけど、全然こう価値観が理解し合えないのがこの空母の違いですので、ちょっとねここがこれから大変かなっていうのが思います。はい、では本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。